はい、こんにちは、MD ジャックです。はいです、耳の妖精ミミです。はい、今回は、これなんて読むんですかね。Gガードでいいんですか？いいと思うよ。では改めて、Gガードのダイナミックドライバーモデル、ヌオです。ジャックさん、Gガードって何？新しいブランドでしょ？ミミーちゃん妖精なのに知らないの？知ってるけど、ジャックさんが知ってるか試しただけよ。素直に知らないって言えばいいのに。愛も知らなかったから、ちょっと Gガードのウェブを見てきましたよ。Gガードは10年以上にわたり、数多くのグローバルオーディオブランド向けに、OEM および ODM 製品を開発してきた会社なんですって。で、自社ブランドを立ち上げたってわけね。そうね。Gガードは上の通り、アイデアをゼロインし、革新し、成長し、すべてを一緒に達成するという当社の中核的価値観に由来する同時語です。ってことよ。へぇ、Gガード、すっかり頭に入ったわ。ヌオは4000円台だから、価格から判断してエントリーモデルでいいのよね。そうだね。ダイナミックドライバー1機、激戦区にまた一つ新たなモデルが、ってとこだね。パッケージ内容は、普通ね。と言ってもこれで十分よね。はい、外観はどう？金属のフェイスプレートに樹脂製のボディ、ブラックで渋い感じ、ちょっと地味かな。でも装着感はかなり良くて、愛の耳にはぴったりフィットしたのよ。片側 3.9g って軽い方だし、サイズもやや小ぶりな方ね。だから愛の耳にフィットしたので、きっと。ドライバーは何だっけ？10ミリのダイナミックタイプ1機だよ。振動板素材が LCP、リキッドクリスタルポリマー。よく使われてる素材だね。なんか LCP 使ってるって聞くと安心感あるわ。では、いつものように、ここからは波形を見ながら進めます。まず、バンドレイヤーチップが1種類だったので、ダンジジム TAPB とレブルと比較しています。この2箇所でだいぶ違いが見られますね。毎回測定している他のイヤーチップを足すと、こんな感じです。5から7キロにかけての出方で、明るさは結構変わってきますね。お好み次第なので、参考にしてみてください。脳のシングル波形を見る限り、2キロ過ぎからの減衰ポイントが7キロあたりのピークまでないんで、中高域から高域にかけては、分かりやすい明るいサウンドってことが想像できる。低域がそれほど強くは見えないんで、波形からは重心がやや高めに見える。他モデルと比較するとよりはっきりすると思う。ああ、ほんとだ。あらかじめチェックするポイントが分かってると理解するのも早いわ。TRN コンクと2キロあたりまでのカーブがほぼ同じですね。コンクも明るい抜けの良いサウンドでしたけど、強調するポイントが違いますね。チムボット EW100P とも2キロあたりまでのカーブがほぼ一緒だよ。ああ、ほんとだ。これで脳の傾向が大体想像つきそうだね。他のどのモデルよりもこの帯域が強いよね。少しマイルドなゼロツーやピッコロと比べると随分違う。今回のサウンドチェックはこの2モデルと一緒に聞いてみるよ。 7Hz バイクリナクル02とドリップウィンピッコロですね。音質調整の基準は脳でいいんですか？その通り。脳が基準だから一緒に聞く2モデルは少しこもった感じに聞こえると思うけど、それだけ脳の小域が明るいってことで、脳を自然に聞いてもらうために調整しているから、その差分が大きく出ていると解釈してもらえればね。はい、了解です。ではサウンドチェック行きましょう。音量上がります。
サウンドチェックでした。ヌオの攻撃の当たるさ、これははっきりわかりましたね。低域は02が強めですが、開けいてみるほどの差は感じなかったようにも思います。超低域での差が結構あるから、曲のチョイス次第かもね。あ、そっか。このあたりの違いもだけど、トリポインピッコロのこの辺の出方の違いも聞けたよね。ニュアンスが結構違ったからね。わかりやすかった。じゃあ、ジャックさんの聞いた印象を教えてもらおうかな。そうだね。今回もこれにリケーブルして聞いてみた。攻撃が強めなの分かってるから、低域から中攻撃ぐらいまでが太く感じる。ナイス HCK、グレークラウドね。普段あまり言わないけど、バーンインは、だいたい50から100時間ぐらいやったものを聞いてるよ。さて、ヌオの印象は？キックは両感よりもアタック感優先ではあるけど、不足感は特にない。ベースもラインを追いやすく明瞭。低域寄りのミックスの曲を聴いてちょうどいい感じだったので、やはり重心は攻撃寄りと言える。中域を確認するリファレンス曲では、普段聴けないようなバランスだったのが新鮮。これも攻撃の出方が絡んでいるからと思われる。ボーカルやメロディーがリアルで近め、自分が聴いた中ではボーカルが刺さる感じは少なかった。ピアノの響きは繊細ですごく綺麗に感じた。ハイハットシンバル系はやや前に出てくるけど、思ったよりうるさいとは感じない。線は細めだけど、混ざり具合はなかなかいい。全体的には、やや攻撃寄りな軽めのドンシャリサウンド。普段抑えることの多い帯域を出すことで、今まで聞こえてこなかった音が出てくる分、曲のニュアンスが普段とちょっと変わって聞こえてくるのは新鮮。長時間のリスニングだと、聞き疲れしやすい音ではあるけど、わかりやすく明瞭なサウンドっていうのは、やっぱりいい。といったところかな。1DD モデルで5000円以下の価格帯というのは、つわものがひしめき合っていると言っても過言ではないと思います。その中での脳の特徴は、波形比較でもお分かりの通り、広域の明るさだと思います。低域も思ったよりしっかり出ていて、解像感高めな傾向なので、はっきりした明るめなサウンドが好きな人には受け入れられるんじゃないでしょうか。愛は買うのかな？音は好きだけど、色が地味なんでちょっと考えるわ。確かに、愛ちゃんが気にしそうなとこだね。ということで、G ガートの 1DD モデル、脳のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形った言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。